優雅人生の方程式。過去に日本に住んでいた時は一切休みを取らなかった。仕事につながることしかしなかった。ずっと動き続けていた。プライベートでも遊ぶことはほとんどなかった。それゆえ精神をリチャージできる環境やタイミングもなかった。ある時そんな自分に気づく。意識的にリチャージできるタイミングと場所を作ろうと決めた。スキー場を買って山にこもった時期でもある。昼はテーマを決めて滑り続ける。だが滑り終わって食事をした後、また気がつけば仕事をしている。とにかく働き詰めだった。自分を振り返ってみた。それがダメだとは思わなかった。だが稀有な経験はたくさんあっても思い出がない。イケてない。この言葉が一番当てはまる。ダメなんじゃない、イケてないだけ。いつからか仕事のために仕事をするようになっていた。若い頃はそれでもいい。ただどこかでシフトチェンジしなければ一生大切なことを見失う。で決めた。よし、優雅になろう。完全に仕事のペースを変えるために海外に住むことを決め、すぐに移住の準備をした。はじめはガクトが思いつきやノリで言ってるだけだと思っていたものも少なくない。あまりにもその移住の段取りを取るスピードが早かったため、周囲には僕がとうとうおかしくなってしまったと思うものまで出てきた。行動が全て。Thank you.